今回は、このネオハローワールドの方を使って、近畿26やっていこうと思います。で公式さんのネオハローワールドを使ってみた動画とか見た時には近畿26やられて、まあその時も近畿26やったんですよね。まあなので、まあ私も、まあ、どれくらいぶち壊されてるのかちょっと見てみたいと思って、まあ、はい、まあここはもう一手抜け待っていけないんですか。でもまあ、公式さん の, 使ってみた見たらもう近畿26破壊してということでまあもう、まあ、おかしいくらいめちゃめちゃ強いんですよね。だからどれぐらいもう近畿26があんなに苦労した近畿26が破壊されてるかちょっと見てみたいと思うんですよね。でこれ倒す。そしたらでこれ SS 溜まったらワープ無効化になるから普通に自由自在に動けるんですね。まあブロックないけど。 でこんな感じでワープを無効化 SS 使ってワープ無効化で自由自在にこう暴れまくればめっちゃこうなんちゃらリング、あファーストリングだっけ、そういう感じでめっちゃこのリングがめちゃくちゃ強いから暴れまくった方がめっちゃいいんですよね。これでこういってこんな感じでワープの持ってないから SS が早めにこう打てた方がやっぱいいんですよね。速殺とかつけて、まあ遊撃とかあとは感激あとは速殺とかもいいかもしれないね。でもう一個の反射の貫通の方のネオの方は過激2つ遊撃1本みたいな感じでいいかもしれないうっそうわー当たらなかった、うん、そしたら、うん、そしたらでこういう内部弱点のとこは、まあ、普通に SS2 本3本とか普通に使っちゃっていいかもしれないね。で今回艦隊でやろうと思ったけど、まあ、艦隊分なかったから、まあ、3体使って、まあ、アムリタで万が一バリア壊れて、まあ、混乱してしまった時はアムリタをアムリタの状態異常で、まあ、直す感じでアムリタが万が一混乱したらもう直しようもないから、もうアムリタが万が一混乱したらもうその時点でもうほぼ負けなんですよね。まあ負けではないけどめんどくさくなるみたいな感じなんだよね。よし OK。 そしたらで上と下が混乱飛んでくるからこのとこ行ってよし OK。 これでこれはもうはいはい、あとはこれでいけるでしょ。よし、OK。で、ラスゲが結構苦戦したんですよね。さっき2、3回くらい負けて、まあ、ラスゲが結構めんどくさくて、それで。だからラスゲのために、まあ、大体、うん、SS2 個くらい残しておいた方がいいかもしれないね。でこれでまだバリア壊れません。で多分次でバリア壊れるからこれでこういってこういってこんな感じでもう友情だけでもう
もうついに近畿26も破壊されるとこがもう来たから、ただ近畿26はここでメムを使ってゲージを吹っ飛ばすっていう手もあるから、まあレム使うとしたらワープ、でもいいか、普通にハローワールドとレム普通に2体入れてもいいかもしれないね。これでこういって、で割とハローワールドが結構殴りも強いし、友情がまあ友情がめちゃくちゃ強いんだけど、まあ、殴りも割かし結構強いから、こうやってほらワープが出てない時は結構殴りが結構強いんだよね。そしたらでこうやって攻撃力ダウンをさせた時は結構ラスゲの魔導士の即死一旦をワンチャン耐えるんですよね。これは結構さっきテストプレイした時に結構びっくりしたんですよね。そしたらはい、でこれで、SS3 本の中に残ってるから、そしたらこれでこういきます。はいはいはい、でこれじわじわ削る。あれこれ混乱飛んでくるっけ、飛んでこないね。じゃあこういってこういって、でこれで上の壺倒す。でできれば 4P でこのフレイヤー倒したいんですよね。でこれ倒す。でアムリタで普通にここでさっきから苦戦してたんですよね。でアムリタスタートだとあともう SS 使ってこれどっち混乱してんのこれ。ハローワールドか。じゃあこれで普通にいけるね。これはい、重複した、もしかして。まあ大丈夫か。はい、そしたらでこうやって下に固まってる時だと友情がめちゃめちゃこうやって強いんですよね。で1体でも上にまあブロックの上とか上にいるとかなると結構割とめんどくさかった。だから仲間が結構固まっているとか下にいた方が結構やりやすいですね。これでこういってもう削りがもうやばいよ。これもこんな感じで、だもう26以外にもまあ他のクエストをまた壊せそうだね。まあ、そんな感じで終わります。ごきげんよう。